イオングループマックスバリュー西日本丸中イオングループ大英丸中丸中はイオングループのマックスバリュー西日本と大英が展開するスーパーマーケットの店舗ブランドである。2021年2月28日までは香川県高松支援座町に本拠を置く日本の小売業者である株式会社丸中が存在していた。なお、 本項目では同社と同じ事業を展開していた株式会社山陽丸中及び以前この2社を参加に収めていた創業家による持ち株会社の株式会社丸中ホールディングスも合わせて開設する。資本上においては丸中と山陽丸中は親子関係ではなく兄弟会社の関係で2021年3月1日にマックスバリュー西日本へ。 九州合併されるまではいずれもイオングループの企業となっていた。一方で、丸中ホールディングスそのものはイオン株を所持している法人株主のうちの一社である。会社と同盟のスーパーマーケットグループ、丸中各店舗の経営及びフランチャイズ管理を主要務としている瀬戸内地区を代表する企業である。発祥の地でもある高松市のある四国うちにおいては、 丸中本社がチェーン展開を行っているが、岡山県をはじめとする本州側の丸中は、株式会社産業丸中が、丸中本社と契約を取り行って、店舗運営を行っている。複合型店舗には、パワーシティ、スーパーセンターの名称を使用している。全社に入居している店舗に対しては、 ザマイケルの店名を使用していたが、老朽化に伴う店舗リニューアルの際に順次店名を丸中パワーして店に変更、シンボルマークの変更を行っている。小規模な店舗には丸いの店名を使用していたが、2018年2月28日をもって松島店が閉店し、丸い業態の店舗は消滅することとなった。2014年には早朝、 深夜営業とストリートカフェのシステムを取り入れ、冷凍、惣菜等の少人数世帯向け商品に特化させた品揃えを持つコンビニエンスストアを意識させた新形態店舗が RU を実験的にスタートさせている。また同一市内、証券などにおいて、これまで使用のなかった本店という名称を丸中新浜本店11月11日開店により、 使用している。なお一部の一定敷地を持つ店舗では、宮秋書店が併設内しテナントで入居しているケースが多い。そのためか、丸中本体の書籍コーナーは、申し訳程度しか置いていない。徳島県鳴門市には、丸中マート、岐阜県岐阜市には、スーパー丸中が3店舗あるが、どちらも無関係なスーパーマーケットであるので注意を要する。 代表取締役会長であった中山義彦は瀬戸内の暴れん坊の愛称を持つ。イオン上と以前の旧体制下では中山社長夫妻と資産管理会社の丸中ホールディングスがほとんどの株式を持つ非常上企業で毎年日経未公開株上位にランクされていた。旧体制下では丸中ホールディングスが掲げる瀬戸内リージョナルチェーン構想のもと 地盤の香川県以外の四国地方、岡山県以外の中国地方、関西地方にも多数出店予定とし、四国側では愛媛県、高知県を中心に出店、本州側では関西県に集中出店する予定とされていた。顧客も多く、香川県内だけで64店舗を有している。しかしながら、近年においては、県内の丸吉センターや木村、ムーミーとの競合に加え、 県外からも富士、ママイ、サニーマート、京栄、ハローズ、大黒天仏山、泉、イオングループなどが進出。また山陽丸中においても、岡山県内において、天馬やハピータウン、西名、ハローズ、大黒天仏産、イオングループなどとの競争が激化していた。大都市圏への出展を加速させるため、 2009年より関西圏への集中出店と本社及び拠点を神戸市の六甲アイランドに移転する計画や関西圏での店舗数が30店舗になる2011年をメトに丸中と山陽丸中で共同持ち株会社を設立して経営統合をすることを発表した二千十一年十月に実質持ち株会社であり不動産開発を行っていた丸中開発を 丸中ホールディングスに事業再編を目的に社名変更させた。2009年に香川厚生年金会館を買収。全館リニューアルを施した上で4月にホテルパールガーデンとして開業を、ホテル事業に進出した。さらに2010年10月にはテーブルマーク株式会社の子会社であるカトキチフードレックからこと三角と観論寺グランドホテルを買収し、 ホテル事業の拡充を図っている。これまでどこのボランタリーチェーンにも属さず、完全独立を守っていたが、2010年8月11日に、イオン株式会社並びに、三菱商事株式会社と、包括業務提携契約を締結、物流システムの効率化、商品の共同調達、プライベートブランドの開発など様々な面で両者と協力することとなった。しかし、 その提携、協力は徐々にその枠を超えることとなる。イオンとの提携を通し、近年の小売業における、情報技術の進化を伴った業界の加速度的に、進む変容についていくためには、莫大な資本を要する現実に直面し、以前よりプランとして掲げていた、セットチリージョナルチェーン構想を断念するに至る。ついに二0 1年十月には、十一月をメドに、 イオンが丸中と山陽丸中を子会社化すると発表し、イオングループ入りすることが確実となった。その一方で、丸中ホールディングス側もイオンの株式を持つこととなり、丸中本体よりの直接経営からは手を離すものの、イオンを通じての影響力をある程度残す形となった。山陽丸中では二0十二年春より順次、イオン食品レジと同様の方の和音多様型レジに、 更新し、和音及びクレジット決済対応を行っている。ただし、イオン店舗で通常対応している、アイコカ及び電子マネー相互利用可能な交通系、IC カード ID クイスプには、全店舗に IC カードリーダーが設置完了されるまで対応しなかった。ワオンにしか対応していなかった頃は、IC カードの種類を選択する機械の対応していない、 カードのロゴマークの部分を白い紙を貼って隠していた。IC カードの入金に関しては、ワオンと全国相互利用可能な交通系、IC カードに対応している。またイオンオーナーズカードについては、イオングループ入り初期は非対応だったが、2015年現在は年に2回ある返金処理を含め対応している。2012年5月20日より、ワオン導入店舗で、 お客様感謝デーが開催されている。OMC カードについては2014年6月20日から2016年2月28日までのお客様感謝デーでは5%割引が適用されていた。一度2016年2月28日をもって終了したため同年3月20日以降の感謝デーでは OMC カードを利用しても割引は適用されなく、 なったが2016年6月30日以降の感謝デーにおいてはワンポイントカードまたはイオンカードを提示することで支払い方法に関係なく割引が適用されるようになったためそれらとの併用に限り OMC カードでのクレジット払いでも再び割引が適用されるようになったその後2020年4月2日よりワンポイントカードは感謝デー割引対象外イオンカードは 他社クレジットカード併用不可に変更したため現在は割引対象外である。また、イオンと同様のカタリナクーポンも使用可能となっているが、当初は発行店舗でのみの使用しか認められていなかった。2015年6月からは丸中発行分に関しては丸中全店舗での使用が可能となった。システムがイオンと共通なので、 他の4グループ店舗発行分発行分もスキャン登録できる仕組みになっているが、使用は認められていない。2014年8月20日には、丸中が新業態店舗、マ RU を立ち上げ、その第1号店として、香川県高松市にマ、マ RU、群れ店をオープンした。マ RU はスーパーコンビニカフェをコンセプトに、イートインコーナーを設置し、 営業時間を早朝から深夜までに設定するなど、各業態のメリットを取り込んだハイブリッド業態である。同年5月には、イオングループ入りしてからは、初の新店舗である二軒屋店が開業している。同年10月17日には、奈良県奈良市の4タウン、富尾南の各店舗として、MAXVALUE、富尾南店をオープンした。マックスバリューは、イオンが、 従前から展開しているスーパーマーケットのブランドであるが、山陽丸中では初のマックスバリュー店舗となる。また、奈良県への出店やイオンダウンへの出店も初となった。その後、大阪府内にも1店舗を出店していたが、2017年4月1日から山陽丸中にリブランドした。なお、大阪府の他のマックスバリューはグループ会社の三つが運営している。 契約をそれぞれ締結したことを発表。2019年3月1日に予定通り株式交換と九州分割が行われ、丸中と山陽丸中がマックスバリュー西日本の完全子会社となり、山陽丸中が運営していた兵庫県の一部と大阪府、奈良県の店舗は大英の運営となった。二千二十年十月七日には各社の取締役会において、 2018年10月の段階で方針が示されていた丸中、山陽丸中のマックスバリュー西日本への合併に関して、2021年3月1日付で、九州合併を行うことを発表し、九州合併契約が締結された。2021年3月1日に予定通り九州合併が行われ、丸中と山陽丸中は解散。両社が運営していた、 丸中はマックスバリュー西日本が運営を引き継いだ。なお、両社の本社はマックスバリュー西日本の新たな地域事務所となり、丸中本社は四国事務所に、山陽丸中本社は岡山事務所としてそれぞれ拠点を残している。一方で、丸中ホールディングスそのものはイオンに譲渡したストア事業を切り離す形で再編。丸中本部から独立し、 それ以外のグループ会社の持ち株会社兼事業運営会社として再スタートを切ることになった。そのため2012年2月3日、高松市中心町に新社屋を建設した。2014年には再建問題で競売となっていた朝鮮総連中央本部を落札した。後に朝鮮総連の意向に沿う形でビルを転売した。田町の丸中フードセンター時代より、 丸に毛筆で描かれた中の文字が入った企業名の通りのシンボルマークを使用していた。なお、同店の後ろ身である丸中玉地点には現在も旧シンボルが掲げられている。また、丸中広場店の大規模小売店舗法プレートにも丸中の旧ロゴの文字が現存している。現在はグループ各店のマークとして鮮やかな赤丸にアルファベットの M をモチーフとした 三本の波のようなカーブの入ったマークが使われている。マークの丸は丸中のマからあるイアイを表し、イニシャルの M の三本柱は経営理念であるサービス、フレッシュ、情報を表している。このマークは中山製菓トンヤ時代の主力商品であったバナナをイメージしたものとも言われている。年月に米国産牛肉の輸入が解禁された際には、 いち早く取り扱いを決め、全国ニュースに取り上げられ、話題になった。しかし、その直後の輸入再禁止で店頭からの回収を余儀なくされ、多大な損害を出したことから、2006年9月の輸入解禁時には取り扱いを見送った。2014年3月に丸中ホールディングスが、東京都千代田区にある朝鮮総連中央本部の競売に参加し、落札した。 入札額は、モンゴル企業よりも低く22億1000万円で、あったが、モンゴル企業が不適格となったため、丸中が落札した。丸中は当初、朝鮮総連には退去してもらう方針だとしていたが、2014年11月17日には、高松市内で、朝鮮総連の南、上裕福議長が、丸中幹部と面会し、朝鮮総連が退去せずに済むように、 山形県の企業グリーンフォーリストに総連ビルを転売した。資金を拠出したのは北朝鮮系の組織でグリーンフォーリストをダミー会社としたまたがしで、朝鮮総連はそのまま総連ビルを使用できることになった。詳しくは朝鮮総連本部ビル売却問題を参照。仲間かなというタイトルのオリジナルソングがあり、テレビ CM や店頭 BGM で流されている。 ちなみに、同曲は、ご当地ソングの女王こと演歌歌手の水森香里が15歳の時に収録されたもの。これとは別に、山陽丸中では独自のサウンドロゴが CM の最後に流れている。また、四国丸中でも2017年7月以降、識別のため独自のサウンドロゴを流している。イオングループ加入後は、仲間かなお BGM に四国丸中と山陽丸中で、 共通の CM も制作され、主にお客様感謝デーや GG 感謝デーの CM を二社合同 CM として放送している。ガツカヨウシ天 BGM や丸中60周年 CM、店内 BGM には、それぞれ異なるカバーバージョンの仲間かなが使用されている。丸中ホールディングス本部丸中では、これらの関連企業を総称して、丸中流通グループと呼んでいる。 丸中のイオニへの参入に伴い、一部は丸中に残ったが、ほぼすべてが丸中ホールディングスの社内カンパニー及び子会社となった。は丸中に残り、マックスバリュー西日本に引き継がれた子会社。採用丸中の関連会社また、1990年代には、経営不振に陥ったヤマトを丸中の FC とし、その後事業上等を受け直営化している。 旧大和店舗の木梨店の看板には FC を消した跡が残っていた。2021年3月時点で運営する2社を合わせた丸中の店舗数は近畿、中国、四国に214店舗ある。営業エリアはマックスバリュー西日本は四国4県、岡山県、広島県、大英は奈良県と大阪府にそれぞれ展開している。 兵庫県では地区によって営業エリアが異なり、神戸市西区、姫路市、加古川市、伊保郡、淡路島の店舗は、マックスバリュー西日本、神戸市田区と西宮市の店舗は大英がそれぞれ運営している。また、香川県の群れ店は丸中が新業態店舗、マ・ RU として出店しており、マックスバリュー西日本への運営移管号は、 カタカナ表記のルる無テ点として紹介されている。ありがとうございます。